はいどうも皆さんこんにちは、ハムッピです。今回は新シーズン初ハイプナイトの後付け実況をしていきたいと思います。はい、初動はレイジレイク降りてます。降り方下手すぎる。その辺になんか降りてます。で、屋上行こうと思ったんですけど、相手の方が早かったんで、他の家引いて、ハンティングやったらこれ AR と思って降りたんですけど、ハンティングで、やべえと思って。で、家の上1人と、下かな?下の方 ?1、2階に1人いるんで、上がってくるのをずっと待ってるみたいな。これアイテムがひどいんで、端でハンティング陰キャしてます。いる。ハンティングは果たして当たるのでしょうか?外したー。やばい。で、資材もなくなって、これはやばい。で、ここでハンティング当てると。ハンティングのノスカ当てて AR1 点で1人やって、もう1人いるんで、その人が張り替えに来るのかな、これ。張り替えに来へんか。家の上いますね。ショットガンがないんで、これもまたイモリっすね。で、今 S の方で足音がするんで、イモって、はい。ハンティング必勝。ショットガンより強いこの武器ワンチャン。これは運が良かったですね。で、SG も拾えて、最強アイテムで、シールドも80ある。で、家の上に人いるんで、もう上がっちゃえと思って。あれ、これ失敗しましたね。屋根をもう一つ上に置きたかったけど、置けなかった。指アーマーがないんですよね。で、これで。うお、あ、上の人はアーマーが割れてる。資材も言うて少ないから、いけへんし、みたいな。で、相手が他の家引いていって、俺も、アーマーも資材も少ないんで、あの人やるしかないって思って追ってます。この SG、マジでなんかむずいよな。あ、で、資材がなくなった。これはやばい。危ない。ナイス。後付け実況。こんなんでいいのか。いつも言ってるけど。で、相手がアーマーも資材も落として、拾えてない。拾えた。HG の人の多さすごかったな。ナイスや、これ。あ、そうや。二人いて、なんか奥の方の山上、一人と、この家の裏の上、家の裏の上ん家の裏の人が1対1して、AR 戦かなしてて、今、後ろで、イモってる。なんで、あの2人の AR 戦がやっと終わって、こんな感じでお互い上積み始めたので、ハンティング狙って外して、AR も外すと。で、やれるんやったっけな、これ。一人今降りていって、もう一人が上にいるんで、足場壊して上奪って、上の人は一旦やると。で、下で足場破壊してる音があったんで、ハンティング当てて AR でやっていく。で、人行って、ひたすら、人いたら突っ込んでます。わかんない。ミスされた今。ミスって壁張ってあれやったんですけど、まあやれてよかった。で、上にもう一人相手が来たんで、一回ワンボックスに持って、相手が降りてくんのずっと待ってます。で、相手が降りてきたんで、そこで上行って、ハンティングのオスコ狙ったんですけど、当たんなかった。これやばかった。SMG。SMG 焦った、マジで。こんな感じかな。これでレイジ付近は終了ですね。で、山の上に、
矢倉があるんで、そこも突っ込んでるって感じです。屋根置いて横引いてくる読みで床屋根置いて編集してみたいな。威力が弱いショットガンの待ち切るか。今渦入って人探してみたいな。ありましたね今お店に。で下で持ってるからサブまで、ショットガン使わずにサブマ。足音したから速攻で上積んで、これもサブマ。ショットガンよりサブマの方が強いと思うな。危なかったなこれ割と。あのショットガンマジ油断したらワンパンで死ぬから危ない普通に。渦で行ったんか。渦で突っ込んでワンボクサー行ってサブマ。やば俺すげえな。なんかヤーマー飲んで相手が落としてくるんでサブマでサブマでやります。ショットガンなんて打たないもう。で人見つけてサブまでまた突っ込むみたいな。これ夜やとなんかめちゃめちゃ見えにくくないですか。新シーズンこの辺は一旦終わりかな。砂が一番怖いんで周りめちゃめちゃ見てみたいな。で人いましたね。ですか1点しか当たんなかった。なんかあの間でチラ見。あの人なんか早いんですよね動き。ワンボックス作るのが早い。でエイムが悪い。これやりきりたかったな。これやばかった。あーまあ割られて一回ちょっとやばいなと思って、フルにしてもう一回張り替え行くのかな。張り替え行きますね。張り替え強かったな俺この時。あ、エイムが弱い。危ない。で、あの山上に人いるんですけど、シルダル砂捨てますね。で、あの山上に人いるんですけど、上上がるのちょっとめんどくさいなと思って、あっちの方がなんか行くの早そうだなと思って、あっち行ってます。サメがいる。平行してる。一人逃げたな、ジャンパで。15。うわサメやば。ボックスいたんで SMS やばいなマジで。上逃げられてボックス。ああ惜しい。ゴリゴリっすね俺これ。超ワンボックス入ってる。ナイス。でショックウェーブランチャーとミシックショットガンか拾えて、スプラッシュもあるんで、もうこれは優勝いけたなって思いましたね正直。2人いんのか上に。ん、あ、じゃあヘンチマンか。1人はいった。お37。ハイカイくんかこれ。やばい。100いくつかあった。横やりのアサルトかな、うざかったな、これは。横やりのアサルトのせいで、ちょっといろいろ、1v1 に集中したかったけど。でも、これ、いっか、みたいな。ん？あ、じゃあ、いくんか、まだ。で、相手が降りて、ボックス入ってゴリ押し。ヘンチマンめっちゃいるし、この辺はヘンチマンやってるんでスキップ。ヤグラにこれいるのかなと思って掘ってるんですけど、一切なんかいなかったですね。こんな感じで、でなんか後ろの方で SMG の音とかしてるんで、そっちやりに行ってますね。
あ、これアンチが入ってないんか、まだ。これな、エイム悪かった、マジで。これワンパンしなあかんのに、35やったわ、これは。あの人 AR で撃ちたかったんですけど、この上にいたんで。で、これやばかった、マジエイム。終わり。まあでも生きれてよかったな、これは。あ、ショックウェーブでひたすら追ってますね。逃げんなやっつって。だけど逃げられると。これはしゃあない、正直しゃあない。もうアジアンチで8人で、上1人で、でも突っ込んでますね。危な、これめっちゃ焦ってる、視点が。で、アーマーとフロッパー食ってショックウェーブでアンチに突っ込むと。で、あの上に人がいるんで、まだ AR でやれればいいかなみたいな。やりたいんだっけこれ。あー、ワンパンで奪われてる。マジかよ。いった。まあでも資材は増えてほぼフル缶なんでよかった。資材も少なかったからな、シールドも半分で。これ危なすぎる、マジで。相手のワンボックスみたいなのに入り込むっていう、死んでもおかしくなったですね。で、運よくロー HP の人を AR ワンパンで奪えて、アーマーも88、素晴らしい。で、移動アンチ、移動アンチはこれ山の上、山の上かな、山の上で。ショックウェーブもあれもあるんで、ランチパッドもあるんで、移動は余裕って感じです。ハイグラ怖いんで、上に階段置いて、これ行ってますね。終盤ももうひたすら突っ込んで、で張り替えて決めろ。外した。やれんかった。死ぬの嫌なんで、一応慎重に動いてますね。あれ惜しかったな、あと1点か2点とか。でもあとはハイグラ維持かな。ハイグラ維持で相手やれそうな人はめっちゃ張り替えに行くみたいな。まあでも言うてあと3人いるんで、ローグラ張り替えに行ってる間にハイグラとか行かれても優勝しづらいんで、そこまであれかな、張り替えには行かないのかな。あ、行ってますね。ハイグラとかもええわみたいな感じで。やばい、これサブマが危な。あれが一番いいや、なんか編集したら初めからなんか SMG 持ってる人、ショットガン撃とうとしない人が一番怖い。でローグラの人に足が壊されて、資材も少ないんですよね、これ。あとちょっといろ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 なんか変な位置に置きすぎた。でショットも入ってなくて、やり損ねてショックウェーブで吹っ飛ばして1キル奪ってます。でワンボックス入って、ちょっと当てて、ちょっと当てて優勝。ジジ
20かな。